本日はこれまでの特別セッションを受け、成長と分配の好循環を生み出す経済財政政策についての議論を行いました。足元30年ぶりの高い賃上げが起こり、企業の国内投資意欲も高まっています。この機を逃さず、海外からの人材資金を積極的に呼び込むため、対日直接投資について一昨年に策定した倍増目標80兆円をさらに引き上げ、100兆円を目指してください。このため後藤大臣においては、西村大臣など関係大臣と連携して本日報告いただいたアクションプランを速やかに実行してください。また我が国が国際金融センターとしてさらに発展するためには、コーポレートガバナンスの改革や GX 投資促進策と合わせ、我が国の資産運用業等を抜本的に改革することが重要です。2000兆円の家計金融資産を開放し、持続的成長に貢献する資産運用立国日本を実現していくこととし、鈴木大臣において政策プランを関係省庁と一体となって策定をしてください。さらに民間議員からは、成長と分配の好循環の実現に向けたメリハリのついた歳出と財政健全化に取り組む中期経済財政フレームの強化が必要との提案をいただきました。経済財政諮問会議で官民の役割の明確化、民間の予見性を高めるための投資の多年度計画化、歳出のメリハリなど、中期的な経済財政の枠組みの検討に向け議論を深めてください。合わせて後藤大臣においては、民間議員の提案を踏まえ、中長期の経済財政の展望の充実や、マクロ経済政策の効果、成長と分配の進捗状況の分析評価の強化に取り組んでください。さらに本日の議論を踏まえ、鈴木大臣においては、多年度にわたる計画的な投資、EBPM の徹底、財政資金の有効活用、松本大臣においては、地方財政の資産、債務マネジメントの強化、自治体 DX の推進、長岡大臣においては、自然科学系学部の入学定員枠の柔軟化、重点化や教員の担い手確保、高市大臣においては、科学技術予算の計画的計上や基金の効率的活用や、長期に成果を求める研究開発助成制度への見直し、斉藤大臣においては、広域的戦略的インフラマネジメントの推進や、物流2024年問題への DX の推進等を含む実効性のある対応などについて重点的に取り組んでください。以上です。ありがとうございました。